ございます。3月29日日曜日、大川流です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は、リエネと家の近所お散歩しております。もうね、もうだいぶ雪が溶けてきて、テクニカルな道を歩いています。テクニカルですね。ようやく雪が溶けて土の上を歩けますね。フキノトウが出始めていますね。はい、このようにプリッとね取って、この日はこの後天ぷらにしたりとか、あとラーメンに入れてお昼に食べたんですけどもね、その後すぐに下痢をしましてですね、なんかそういうことあるみたいですね。あのクマも冬眠明けにフキノトウを食べて、その冬眠中出なかった便を出すなんていうこともこの間ゴールデンカムイに書いてありました。そんなフキノトウを食べた週末でした。どうもご視聴ありがとうございました。